ビルベルビント、ビルベルビント、ワイベルウィンドは、第二次世界大戦時のドイツ国防軍の対空戦車。正式名称は、4号対空戦車、ビルベルビント、フラクパンザー4ワイベルウィンド。正式番号は SD、SDKFZ161-4 ワイベルウィンドとは、ドイツ語で、つむじ風を意味する。号戦車の車体を流用した対空戦車であり、 戦車部隊に対する敵機の攻撃に対抗するため、ドイツ軍はオストバウ社に政作を依頼したもの、メーベルワーゲンの不足を補うため、また、メーベルワーゲンより確実に乗員を防護できる対空戦車が望まれての発注だった。主兵層として2センチメートルフラックビリング38を、そう備えしている。2センチメートルフラックビリング38は、 低空で侵入する襲撃機や戦闘爆撃機に対しては、それなりに有効ではあったが、射程、威力ともに不足がちであり、より航空の敵に対しては、威嚇程度にしかならなかった。4号戦車の車体には手を加えず、砲塔だけを乗せ替えるだけなので生産性は悪くなかったはずだが、新規生産ではなく、修理に戻ってきた4号戦車からの改造であったため、 総生算数は84両、122両との説も、あるに終わっている。4号戦車、GH 型が、ベースの場合、もともとあった、砲塔旋回モーターが撤去されており、また、2センチメートルフラクビリング38に比べても、砲塔の重量の分だけ、旋回速度が遅くなり、接近する敵航空機を追尾できないことも多かった。また、砲塔には、 砲手1名と装填手2名の計3名が収容できるだけで、指揮観測を行う分隊長が入る余地がなく、本社の脇に立つこととなり、戦闘中の連絡がやりにくいため、メーベルワーゲンよりも非能率的である。砲塔は旧角形で天井の開いたものである。16mm の後半を溶接して組まれており、4号戦車用の砲塔リングに収まるよう、設計されている。 砲塔全面装甲には、砲身を上下させるための切り欠きがあり、正準技用の小さなハッチがある。飛び込んでくる断片の防御のために、砲塔内部にはこの切り欠きに沿って、シールドが付けられている。砲塔内は狭く、後部に、社長兼砲手一名、砲塔の右と左に装填手を乗せる。天井は開放されていたが、砲手の観測し得る周囲の視界は限定されている。 このため、指揮観測を行う分隊長が必要であったが、前述の通り分隊長の入る余地がなかったため、しばしば機関室の上に立って、指揮を取った。手法は2センチメートルフラクビリング38である。法は360度旋回可能であり、不要はマイナス10度からプラス100度まで可能。弾薬は、榴弾と鉄鋼弾合わせて3200発を、携行する。車体は、 4号戦車のものがそのまま使用されている。車体基準をはじめとして、ほぼ4号戦車そのままの状態だが、砲塔旋回用の補助エンジンと、その排気管は廃止されており、車体後部左右には 2cm フラクビリング38の予備重心収納箱が追加されている。2トルフラクビリング38では、射程、威力ともに不足と判断されたため、後継として手法に、 航空機関砲、MK103 機関砲を転用し 2cm、フラクビリング38の砲がに乗せ、威力、射程とも大幅に増る4連、総 30mm 機関砲、3cm、フラクビリング103、38に変えそうした、セルシュテーラー45、トセシュター45、45式対空駆逐車が製作されたが、わずか1両のみの試作で終わった。 なお、45式対空駆逐車が量産されていれば、EE5 戦車の車体に2センチメートルフラックビリング38砲塔、ビルベルビントが、もともと搭載していたものを流用して搭載した、対空戦車が製作される予定であったとれる。1944年12月18日午後、アルデンヌに投入されたは、アンブレーブ側を溶かしようと前進しており、シェヌーの橋を目指していた。 周囲の状況は、山道で、右側は上方へ険しくそびえるが安壁に面し、左側は急瞬な谷だった。機動戦闘のための十分な用地はなく、パイパー戦闘団の62両の車両が細く長い、山道を渋滞で更新せざるを得なかった。渋滞は2トルに及んだ。この不利な状況下で16機の P-47、サンダーボルトが来襲した。 路上に車兵物はなく、逃げ出す余地もなかった。乗員はハッチから逃げ出し、車両の下に逃げ込んだ。P-47 は、機銃装置と爆撃で銃列を攻撃した。戦闘団の持つ有効な対空戦力は2両の、ビルベルビントだけであり、あとは車載の機関銃で応戦するほかはなかった。ビルベルビントの社長は状況を的確に判断し、敵機の撃墜よりは、 敵機の侵入経路を妨害することに集中した。ビルベルビントにとっては敵が多すぎ、撃墜するほど射撃を集中し続けるのが難しかった。一方、P-47 川は爆撃、または機銃装車に入るためにある程度の時間、直線飛行を保つ必要があったが、ビルベルビントはそのコースを邪魔し続けた。8門の2センチメートルフラクビリング38が、 ブラストを吹いて炸裂弾を打ち出す様は、相関であったと伝えられる。16機の P-47 は30分にわたって、攻撃を続け、戦車兵や不評が負傷して倒れたが、渋滞に決定的な損害を与えることはできなかった。対するビルベルビントは一機を撃墜した。パイパー SS 中佐は、この対空戦車の働きを称賛した。 アメリカ側の戦火判定では、車両88両を撃破、うち32両の戦車を破壊というものであった。実数は、車両12両撃破、うち戦車2両であった、空中における戦火判定は、概して難しく、速度数百キロメートルという高速で飛び、攻撃を回避、または攻撃を加えるための急激な軌道を行いつつ、目標の状況を確かめねばならない。 目視に要する、時間的余裕は乏しく、また、戦闘中の乗員は極度の興奮状態にある。こうした背景から、戦果判定は2倍3倍という課題のものになりがちで、あった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。